五所平之助は、日本の映画監督、脚本家、俳人。日本最初の国産トーキー映画、マダムと女房の監督として有名である。本名は、五所平右衛門。俳号は、五所亭。東京市神田区鍋町に、豊前屋という大棚の乾物問屋を営む父、平助の承服の子として生まれる。生みの母は、新富町で芸者をしていた。5歳の時に長男が亡くなり、母の元を離れて、後継ぎにされた。1916年に、慶應義塾大学の商工学校に入学する。学生時代には俳句に没頭していた。1921年、歩兵第一連隊に志願入隊し、見習い士官で予備となる。1923年、慶應義塾商工学校卒業後、木戸四郎との出会いがきっかけで、父の友人の息子である、島津安次郎の口添えもあって、松竹蒲田撮影所へ入社する。島津の助監督を経て、1925年、原作、脚本を手掛けた、南東の春で監督デビューした。この頃、少尉として軍に再入隊するも、予備役となる。松竹に戻ってからは引き続き、彼女、恥ずかしい夢、村の花嫁など、小一民の生活をユーモアに描いた、叙情性豊かな作品を次々と発表。こうした作風は、日本初のオールトーキー映画となった、マダムと女房において頂点に達した。また、山本雄三原作の、生きとし生けるものにおいては、社会派的側面を強く打ち出している。他川端康成の代表作の映画化、第一作である、恋の花咲く伊豆の踊り子や、人生のお荷物などを発表。また、村の花嫁、以降、田中絹代をたびたび主演に起用しており、20本の監督作品で田中が主演している。1936年に肺結核に侵されて数ヶ月間休養するが、振動で復帰。墨跡発表後、木戸四郎と揉めて、松竹を退社。1942年に大映に移籍。同年に撮った新説は興行的にも大ヒットした。1945年3月下旬、王賞命令が下される。それまでも演習に何度か王賞されていたが、赤紙が出たのは、これが初めてであった。歩兵第49連隊に向かうが、その翌日体格検査で、病弱のため1年間延期とされ即日帰郷、そのまま終戦を迎えた。1954年戦後、再び松竹へ復帰するが、伊豆の娘たちの一作限りで東宝に入社。恋愛ものの今ひとたびのなどを発表するが、折から東宝争議が発生。五所は、組合側につき、今井正、伊藤武夫、亀井文夫らと砧撮影所に立てこもった。しかし、1950年に争議が終結し五所は、東宝を去ることになった。翌1951年、平尾薫次らと共に独立プロスタジオ8を結成し、新東宝と提携した。1953年、スタジオ8制作で、椎名林檎の無邪気な人々を映画化した、煙突の見える場所を発表。ベルリン国際映画祭国際平和賞を受賞した。これを機に椎名とのコンビで日活で、愛と死の谷間、新東宝で、鳥は再び鳴くを取っている。他にも、大阪の宿や大ヒットした晩夏などを発表。一貫して、市井の人々を描き、庶民派監督として知られた。1957年、歌舞伎座制作による黄色いカラスがゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞。1960年代は、フレンドプロの制作による恐山の女や東芝日曜劇場で、放送されている池内淳子主演の女と味噌汁シリーズを映画化した女と味噌汁などを発表した。1964年からは1963年に逝去した小津安二郎に代わって日本映画監督協会理事長を16年間にわたって務めた。1968年には竹田人形座の協力によって作られた本格的な人形映画明治春秋を監督している。この映画で使用された五所をかたどった人形をはじめ、遺品の一部は東京国立近代美術館、フィルムセンターに寄贈されている。1966年、紫綬褒章を、1972年に勲4等、旭日小綬章を受章。1981年5月1日、死去。享年79。松尾芭蕉の奥の細道の映画化が晩年の夢であったという。回想記に我が青春がある。俳人としても知られており、春あかり同人として御所邸という俳号で活躍した。俳人協会の幹事も務め、句集に我が旅路、生きる御所平之助百句集がある。大正8年に作句を始め、慶應義塾商工学校在学中の大正10年には、三田俳句会で、原月秋、原石亭の知遇を得て、前田フラ主催、カピタンの同人となった。大正12年以降作句を中断するが、昭和9年に当句会が発足するとこれにより、久保田万太郎の指導を受けながら、作句に励んだ。代表句に、生きることは一筋がよし寒椿、目覚ましむれば、夜まだありぬ、蛍かごなど。助監督時代にコマネズミのように豆に動き回るため、チョコ平とあだ名されていた。また1924年に新年のご挨拶回りに同行した際、当時のスター女優である、東英子の彼氏であった、撮影技師の小田浜太郎から、密かに東の護衛を頼まれていたという。東宝争議が起きていた時、東宝に所属していた御所は松竹大船撮影所の、撮影所長である月森千之助に東宝が今ああいうことになっているから何かあったら一本と言っていたと大場秀夫が語っている。1977年に田中絹代が亡くなり映画放送人相が営まれた際には映画監督協会理事長として弔辞を読み上げている。人生のお荷物田中絹代ありがとうございます。